はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。今回は暗黒竜使おうと思います。リーダーはアークワンで、 S ゴマはマリーツヤ、ゲイボルグ、シェンメイト、この3体にしました。まあ、ゲイボルグは呪い2枚以上、マリーツヤは1枚呪われてればいいんで打ちやすいで、アークハンはまあ自分のターン開始時の呪われてない駒を1枚ずつ呪いにするんで、早めに自分自身を呪ってほしい、じゃないと、ずっとアタックが 1.1 倍とか、1.2 倍か最初は、でちょっとずつ上がってって最高 1.4 倍になっていくような感じで、トネルムとかそういうのをしっかりと引かなくちゃいけない、じゃないとすぐ呪いダメージでやられちゃうんで、さあランドタイラントを引いた、さあトネルムを置いてるけど692は食らうと、で、まあ捕食捕食ゲイボルグ、これでいったらいいんじゃなかろうかということで、さあヒプノスを打たれてるのでどこに来るかなというので、 X さあ、攻めてきましたね。ゲイボルグを打つかどうするか、はい、ライフォート、まあ、3枚呪いなんで打てる今回3枚呪いで打つ捕食はこのライフォートだけです。あとは呪い1枚もしくは2枚で打てる駒をで、編成してあります。 B 駒もテラガイオじゃなくてベロキラプター、テラガイオは自分が呪われてないといけませんが、ベロキラプターは、1枚呪われてでも、呪われてればいいので、今回はそっち採用です。さあロックされて出るのはマリーツヤ、ゲイボルグを持ってるし、これはそうですね、繋いじゃいましょう。これで大捕食しといて、次のターンにゲイボルグを、ぶち込んでいくと、2万3000ぐらい飛ぶんじゃないかな。 15% デバフでしょ。あーダメよ、ダメダメそんなゲイボルグは貫通ついてませんって。でもただ今コンボするんしかないでしょう。まあ少しでもいいです、ダメージ出します。おらー24000ゾーン、ただ12000しか出ません。こっからまだ僕にはシェンメイがいる。そうです、アタッカー2枚構成なのでまだ大丈夫。盤面が積む前にシェンメイを引いてくる。それまでは捕食で逃げましょう。あとあれですよ、季節後までなんかバーストバリアの暗黒竜が、あ、暗黒竜バーストバリアの時活が暗黒竜に追加されるみたいですけど、どうですかね、あれ悪さするんじゃないですか。まあマデッキ以外はそうでもないんでしょうけど、マデッキが辛くなりますよ、 あんなん出されたら。まあアンチヒール出した次のターンにピンポイントで時活を出されるっていう可能性は少ないかもしれませんが、ないことではないんで、ワンチャンやられる。アンチヒールでメタられ、暗黒竜がアンチヒールでメタられたのに、そのアンチヒールを時活のバーストバリアでメタられる、メタメタゲームなんですけど、まあまあどうなのかっていうような感じで、まあシェンメイが来たので打ちまーす。コンボしなくていいです、2枚返しで1万出します。はい、強い攻めのアークワン、これです。守らない、戦う。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。さあまたヒプノス、高校ナイス。さあランドタイランとか、まあ激凛じゃないんでアタックが増えてないですけど、まあこういうのはね、早くロンリートネルも置きたい。あとはランドタイラント、これを引けるか引けないかが一番大事なんですね。さあまあこれはマリーツヤは置けないから発動しませんが、エルケスからいきましょう。エルケスを打ってランドタイラントを打って、まあ捕食捕食捕食でやっていこうと思います。うん、それしかないね。アークワンを早く呪え、アークワンを呪ってください。ダメージが出せないんで、とりあえず4枚呪ってしっかりとアタックを上げていきましょうよと。さあナイス、アークワンを呪っていきました。見てください、竜輪置かないと2枚呪いで1000も食らうんですよ。ダメージ量がおかしい。
暗黒、アルイーナルとか時勝を使ってる人だったらね、わかると思うんですけど、4枚呪わないと時勝は1000ダメージ食らえませんが、アークアンはもうこの状態でも1000食らうと。で、ほら見てください、3枚呪いでランドタイラント置いてるのに700食らってるんですけど、これどういうこと？まあ、アタックは一級品、4枚呪われれば 1.4 倍になるんで、全然そこら辺は時勝アルイーナルより出るんですけど、え、まあ、いかんせんフェイルノートが出てきた。あは、あら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 、やばいねこれは。素晴らしいベロキラプターやっちゃったねこれね。まあまあホイムントから行きましょうか。ホイムントから行ってのコンボ強いコマ置いてマリーツヤで捕食っていうのをやっていきたいんですが、トゥールラ、ほー、やばい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 、もう無理だ、これは無理だよ、無理ロニア。シェンメイが来ますが、ってなるとこれはベロキラプターを持てないでマリーツヤから行くしかないか。ただ全然捕食しませんね、えぐい。ヒプノス、トゥーラ、フェイルノート、これは辛いって。でもシェンメ打つか、ゲイボル打つ、あー、フォースも来る、ヴィーナスも来る、 S5 4連だと。これどうしたらいいですかね、僕どうしたらいいんでしょうこれね、ロンリー遅いよ、無理だって、こんな4枚も。一体どうしたらよかったんですか、僕はこの状況から。あー悲しい、僕はとても悲しい。いや、ただ S5 4枚出したからもう何もアタッカーがないかもしれない。ここでトゥールラつなげてくれたらダブコンでたくさん回復できるかもしれない。まだ希望はあるかもしれない。まあ、今のところやばいんですけど、あら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 、そうか、まだヒプノスの線も残っていたと。ゲイボルがここで来ちゃう、捕食させてくれないと。まあ奇跡を信じて行ってこいロンレイ、さあ耐えろ。トゥールラのコンボ、待って、1234、3200、そうですね、無理だ希望がね。まあどんまいです、どんまいどんまい、切り替えていきましょう。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。まあ、ぶっちゃけこの補正でアークアンを使ってる意味は僕にもよく分かっておりませんが、まあ季節ゴマの時勝が発表されてバーストバリアのが出るということで暗黒竜がちょっと注目を浴びたんで、まあそれに話題に乗ってアークアンを使ってやろうと思ったんですよ。バーストバリアなんて必要ね、殴るんだと、俺は殴るぞと。ずっと捕食してるだけが暗黒竜じゃねえ、アタッカーは2枚だ。そして 1.4 倍のアークアンを使ってパワーで攻める。で、まあ本当は動画的にあのバーストバリアの時勝だってアンチヒールされたって殴ればいいんだぞっていう動画を撮ろうと思ったんですけど、まあ、今思ってみたらこんな補正で、まあ、マタンデッキがあんまりいるか、まあ、いるんでしょうけど、一定数いるかもしれないけど、まあ大半はそうですね、バフデッキか、そのバフデッキをメタルヒプノス、これが多いんじゃないですか。まあそれでも僕はアークアンを今回使っていきます。さあラニ、そうラニなんですね。まあここで祭りが置かれないことを願うだけ。さあホイムンとライフォートどっち置くか。まあライフォートで捕食するのがいいのかな。で、まあアルド打ってピノで威圧するか、そしてここでダブルオーラになっていく。ダブルオーラ祭りは無理です、ダメだってこれは、もうどうしようもないんだって。ダブルオーラの祭りは対処ができない、もうヒアソフィアらへん打たないと。あの下手なデバフだっても無理なんだから、こっからバハブント打たれたら 40% デバフでも多分この体力は持ってかれる。頼むやめて。ただこのあのー、祭りのコンボ耐えれればダブコンできますよ、2枚返しだったらね。
まあさすがにしてこないさ、これどうしようかな、まあ、祭り取ることは確定、ランドタイラント、いやシェンメイを呪いなさい、そこは、こうだな。でこれで耐えて、で次のターンシェンメイを呪ってくれたら勝てる。シェムケリーとかはやばいな、カットされたらダメージが出せない。あとはバハムート引いてないか、どうだ。あートップ引きバハムート、耐えろ頼む。あー耐えねえわ、耐えません、呪いダメージで持っていかれます。あシェンメ呪わなかったし、しかもどんまい。はーい対戦ありがとうございました。はーい対戦よろしくお願いします。さあ行きましょう、またまた金剛、まあそういうもん、こんな補正金剛使うでしょねえ。さあまあ初手はベロキラプターかな、ベロキラプターを呪って、あ呪わないでください、お願いします。ナイス、オッケーオッケー。そして次のターンロンレイが打てる、まあ、トネルムの方がいいんですけど置けないよりマシ。あとは僕がランドタイラントを引いてくるだけで、そうですね、アークアンを呪ってください、早めに。ロンレイ次出しちゃうんで呪いの枚数が少なくなってしまう。さあ、トネルムが出てきました、そっちのトネルム、貫通トネルムです。さあランドタイラントが来てランドタイラントを呪う、ナイス、これはすごくナイス、まあ、オーラのコアを早めに呪っておくことが大事で、そして次に僕は次のターンライフォートが打てないね、3枚呪われてないといけないんでね、これは辛いですけど、まあ、次何が来るか、あー祭りが来た、ダメだって、禁止カード禁止カード、そのコマは禁止カードでございます。さあゲイボルグが来ちゃ、まあさすがに B さん置けませんね、バハムートが来たら多分1万5000飛ばされます、終わりです、そんなことはできません。まあバハムート引かれてたらもうこの状況からも無理でしょう、きついんですよ。あーおかしいおかしい5600 1枚返しで、まあこれはつなげるしかないな、ゲイボルグのコンボ使っていきましょう。まあこっからお相手も僕もコンボつなぎ放題、今お相手の方がコンボつなげるんで辛いんですけど、さあ捕食で逃げていく、9000回復ナイス。さあ3枚返しがあるんですよね、バハムート行っちゃうって、僕もシェンメイ引いてくるしかないんですよ、シェンメイ引くまで耐える、これはもうしょうがない、暗黒竜の差が運命です、決められた運命、アタッカーを引くまで耐える、いてークラリーチェで9000手、どうしようかな、フォイムントからいきますか、まあこれでまた大回復できるでしょう。さあ僕があと何ターン耐えれるのか、この状況にトネルムとつなげられて、そしたらそうだな、トネルムつないでくるか、これ繋いできましたね。なんかパッと見 D1 に来られたら次のターンやばかった気がするんですけど、さあここでアルトが来る、アルトか、まあピノ召喚しましょう、これはどこに召喚する、コンボがないんだったらここか、まあここに召喚して次どうすんの、捕食するしかないか、どこに捕食する、うん、どこでやるか、うん、グイリアス取るしかないな、次のターンコンボなくすんだったら、どうしよう、やばい、3400しかないんですけど、来たー、はい来ました、勝ち引けば勝てるシェンメイを、おら行ってこい、吹き飛ばせー、これが火力のアークワンですよ、ゲイボルグシェンメイ2枚耐性、はーい対戦ありがとうございました。はい対戦よろしくお願いします。いませんね、またまでっきいません分かりきってたことですけど、ダメです、いませんよ、そりゃそうだ。まあこれはフォイムントかな、フォイムント行ってからのアルトか、うん、毎回間違える、アルトはアンチヒールの駒です、ビジュアルも全然違います。さあ相変わらずトネルムは引けてないんですけど、トネルムが引きたい、もしくはランタイ、よー引けたー、でかい、これは非常にでかい、C 打ちトネルムするかと思ったけど、まあ一旦
こっちから召喚していきますか。トネルムを置いてからが勝負です。神担当は HP が高いんでね、神明で一発ズドンと決めていきたいんですけど、さあターンズロー鼓舞されていく。ピノちゃんのスキルが全て無効にされていくというね、悲しい現実ですが、まあここは一旦トネルも置くしかない、やるしかないんだ。今ここでトネルムを置いて、次マリーツヤで捕食しましょう。もうコンボつながれるのはしょうがないんで、もうこれはね、そうですね、そう来たんだったらマリーツヤで2枚返ししますか。捕食するしかない。もうどうせ守護者のコンボは食らうし、うん、コンボして回復しといた方がいいでしょう。ほらマリーツヤで回復します。さあミニエラほどではないですが、まあ、7000は回復できたと。ミニエラだったらもうちょっと回復できるな。ちょっと低いかな、マリーツヤの捕食率。でもしょうがないんですよ。ね、ミニエラは4枚呪いじゃないと発動しないし、あ、まあ、それに僕持ってないし。ミニエラ持ってないんでね。ここでやっとムスタバがね、活躍します。貫通捕食。で、ピノがね、いるんで、しっかりとコンボをつないで、捕食ができる。さあ、1万5000しかない。で多分お相手さんは3枚返しだな。さすがにダブコンは作ってこないでしょう。まあ、ダブコン作ってきたらもうゲイボルグするんですけど、まあさすがに無理、それは無理で、残り1万、うん、どうするか。まあこれ B4 に行っても取られるだけでしょう。もうここは X に行っちゃいましょうか。さあ X に行ってからのどうするか。僕はあと2手耐えれるのでしょうか。ライフオートで捕食していけるのか、それとも飛ばせるのか、どっちなんだい。さあ出てきたのは捕食のイシタル。やばいね、2倍コンボがあるよ。でここで回復されるのがねすごく痛い。飛ばせないんでランド対ランド引きたいな。やっぱりラン対の 1.3 倍偉大ですよ。ジリアンとか置けないんで、置けてないんで、まあトネルムと同デッキ制限で入れられなくなってる。まあそういうのでどうするかって言ったら、やっぱりランドタイラントを引いてくるんですよ。1.3 倍のね。さあ、こっちか。飛ばせなかったのか。イシュタルとのコンボで。でもこれ、捕食するべきか。いや、シェンメイいけるんじゃないか。どうだろう。この火力、行ってこい。どうだ、飛ぶか。あ、飛ばなそう。ダメでしたね。こんな攻めずにしっかりと計算してエルケスとライフォートつないどいた方が良かったかな。でもちょっと打ちたくなっちゃったんですよ。いけるかなって思って。残念。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。さあどっちが本物か見せてやりましょうかね。どちらが暗黒竜かふさわしいか見せたりますよ。やったりましょう、アークワン。お相手の時勝に見せてやりましょうよ。マデッキをひたすらメタルために、自らのパワーを削ってしまった時勝に、多少リスクがあるけど、パワーが出せる、このアークワンが、どれだけ素晴らしいか、見せてやるぜ。ゲイボルクとシェンメイの2枚構築、これで、相手が捕食する前にぶっ飛ばす。の前にまずは下ごしらえですね。ロンレイとか置いて、まあ、まずは呪いのダメージを防いでいく。さあ乱体も来ました。すごいすごい準備が整っています。さあこれで 1.1 倍して、でまあ次、ランドタイラント打つか、まあ捕食の駒が来たら捕食の駒打つんですけど、さあお相手から トネルムが出てくるか、ロンレイが出てくるか。まだお相手さんはランタイを引いてない。さあ激輪も置けない。うん、激輪が置けないんだったら、まあこの状態僕のバフが素晴らしいことになっています。まあこの段階で 2.02 倍、まあ、相手とはね 0.8 倍ぐらいアタックの差がありますから、これがアークワン。守るだけが暗黒竜じゃないんだ、攻めの暗黒竜だってあるんですよ。捕食だけが武器じゃねえ。捕食は相手を吹き飛ばすための、まあ、ちょっとした回復手段。もうそれだけじゃないんです。
もう溜めて溜めて解放、まあ、あとは殴るだけ。下準備はできました。団体も置いたし、さあゲイボルグ来た。アタック見てください。4300、強い、強すぎる。ただまあ一応ね、まだ出しても飛ばないんで、で X に駒置いてからのゲイボルグ、はい完璧で、お相手は未だに激輪が置けてません。引き弱と引き強ですね。僕は絶対引き強いこの段階で。暗黒竜はこれなんですよ。もうやることは一つ、乱体を引く、まずで辺に激輪を置く、そして捕食で多少逃げてからアタッカーでぶん殴る。もう全てこれ、これしかしません。戦略はこれだけで、どうかな。ここで捕食されなければもうゲイボルグ打つんですけど、さすがに捕食されますよね。1.7倍、まだ飛ばないか。まあとりあえずガランで一回捕食して、で次のターンゲイボルグでいいかな。ほら見てくださいよこの火力引けるか引けないかでこの捕食量が変わるっていうのが暗黒竜ですまあこれはお相手さん3枚返ししないと多分全然捕食できないんじゃないかな。まあ、ミニエラがあればワンチャンかな。いやミニエラの捕食量でももう僕はつなげますよゲイボルグ。オセロニアのゲイボルグは、まあ、ビジュアルが女性なんで、まあ、FGO で言ったらスカサ派のゲイボルグなんじゃないかと思うんですよ。ゲイボルグオルタナティブですね。まあ僕の妄想なんですけど、行くぜ。刺しうがち突きうがつゲイボルグオルタナティブ、はい GG まあ飛んじゃうっていうね。はーい、対戦ありがとうございました。